ついに NASA が地球外生命の証拠を発見しました。火星探査機パーサビアランスが火星で地球外生命が存在した可能性を示す岩石を見つけたのです。このニュースは科学界に大きな波紋を呼び起こし、私たちの理解を一変させる可能性を秘めています。まず、この岩石はチェヤバダキと名付けられ、その岩石には3つの重要な特徴があります。最初に、硫酸カルシウムの白い筋があることです。これらの筋は、かつてこの場所に水が流れていたことを示しています。水の存在は、生命が存在するために欠かせない要素の一つであり、この発見は生命の可能性を大いに高めます。水が流れていた痕跡を持つ岩石が見つかるということは、その時代には生命が存在していた可能性があるということです。次に、有機化合物が含まれていることです。有機化合物は炭素をベースとした化学物質であり、生命の基本的な構成要素です。この岩石には生命が存在するために必要なこれらの有機化合物が含まれています。このことは、火星がかつて生命を支える環境を持っていた可能性を強く示唆しています。最後に、氷柄の斑点があることです。これらの斑点は、地球上の微生物活動に由来する化学反応の痕跡に似ています。この特徴は、地球の微生物が生きていた証拠と非常に似ており、火星にも同様の生命活動があった可能性を示しています。しかし、これらの特徴は非生物学的なプロセスでも生じる可能性があるため、さらなる確認が必要です。この岩石サンプルを地球に持ち帰り、より詳細な調査を行うことで、これが本当に地球外生命の証拠なのかを明らかにすることができます。ここで問題が発生します。110億ドル、約日本円で1兆7000億円をかけて火星から岩石を地球に持ち帰るマーズサンプルリターンミッションが中止されてしまったのです。この決定は NASA が直面する予算削減や技術的な課題によるものです。しかし、これは科学的な探求を止めるものではありません。NASA は新たに企業に対して独自の安価で迅速に実施できるミッションの提案を求めています。これによりサンプルを地球に持ち帰るための新たな方法が見つかるかもしれません。これが成功すれば、私たちは地球外生命の存在を確認するための重要なステップを踏み出すことができます。NASA がこの岩石を持ち帰れるように私たちは期待しておきましょう。